地震により生産が難しくなった能登地区のジャガイモ。廃棄される予定だった種芋を JA 小松市が買い取って代わりに育て、今日から直売所で販売しています。能登地区では地震により生産者や畑が被害を受けたことから、今年植える予定だった種芋が大量に余っていました。そのため JA 小松市がおよそ500キロを買い取り、農家に依頼して代わりに生産してきました。今日から育てられたジャガイモが直売所に並び、1キロ400円で販売しています。限定100袋でなくなり次第終了となります。ジャガイモベルには遅い時期だったので、農家さん全員にはちょっと告知もできなかったんですけれども、それでも手を挙げてくれる農家さんが、約8団体ありましたので、非常に助かりました。売り上げは義援金として被災地に送ります。また規格外のジャガイモは子ども食堂に寄付する予定です。